ブダンシングブレードパート2。はい、再びこのコーナーが登場です。はい、クラブダンシングブレード、早速行ってみましょう。第2回目のゲストはこの方です。こんにちは、白鳥ゆりです。あ、どうもどうもはい、収録も終わって、はいはい、そうでしたね。はい、楽しかったですね。はい、はい、もうゲームの方も、うん、日本も撮りまして、うん、そうですね、はい、皆さん仲良しな感じになってきましたね来ましたか、はいはいはい、ということで白鳥さんなんですけどね、はい、なんとなんか、うん、このゲームの監督さんから、うん、ゲームの監督さんですか、ゲームのアニメーション部分の監督さん、アニメーション部分の監督さん、うん、石原さんという方から、ええ、G-SHOCKをもらったという情報が、そうなんですよ、唐突に実はですね、はい、ほら前にワンフェスっていうイベントで ありましたね、ね、あの時監督さんもいらっしゃってて、でその時にあの時計集めてるんですよね、欲しいな欲しいなとか言ってたら本当に送ってくれて、言ってみるもんだなと、言ってみるもんですね、うん、まあ、今日もちなみにやしてるとかいうことはないです、ないですあららあ、痛った、いや、でもこれからもよろしくお願いします。石原さんどうもありがとう。というし、白鳥さんなんですけれどもね。はい、ここで恒例のコレクションカードトークという方に移らせていただきたいと思うんですが。うん。これは何だろうということで。はい。今、目の前にポンポンポンと5枚。はい、5人のキャラクターのカードが並んでます。はい、カードが並んでるんですが、この中からお好きなカードを引いていただきますと。うん。その裏側に、キーワードになる言葉が書かれておりまして、うん、それによって、お話をちょっと伺おうかなということで、じゃあ早速引いていいんですか、はい、どうぞ。じゃあまずはまあ お犬ちゃんからやはり自分からやはりチャランチャランめくってください。ペラ転生いやー難しい言葉が、転ぶに生きると書いて転生です。はぁ、なんか耳で聞いて転生ってなんあれとか、転ぶに生きるって言うとなんか挫折するとか、はい、なんか人生失敗するみたいな感じもしますけど、はい、そうですね、生まれ変わる、生まれ変わったらなんか動物になりたいですね、人間ではなく、はい、何か動物、好きな動物とかあるんですか、なんかこうウサギとか小動物系になって好きなものを好きなだけいつもこうカリ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 食べていきたいですね、で好きなだけ寝て、あ、猫とかもいいですね、猫とか、はい、気ままな人生、人生じゃない人じゃないですねはい、送りたい、なんか前世とかもありますけどね。前世。前世の記憶とか。うん。ちなみにあったりしますか？そんなバカに。あったらいいですよね。なんだろう。でもなんかそういうほらゲーム機とかあるじゃない、なんか。ああ、ありますね。ゲームセンターに行くと。行くと自分の人生、前世は何ですっていう、なんか、うんうんうん、ありますね。ありますよね。うん、あれでね、はい、なんか私は、武士とかいうのが出て。どうやったら武士になるかわかんないんですけど。ああ、うん。武士。ねえ。弱っちそうですけどね。私はなんか、ロシアの娘とかって言いました。なんでやピロシキとかでも作ってたんですかね。謎の答えがいろいろと、出ましたけれどね。そんな感じで、はい、転生という言葉をキーワードに。うん、はい。じゃあ、時間がまだありそうなんで。もう一枚。次。はい。じゃあ、相棒じゃないけど、まあ、きじめ。きじめ。はい。じゃがじゃん。ことごとく、いつも張り合って。技何これ。難しい、ね。特技があります。とか、そういう感じみたいですね。いいね。特技。特技。ね。はい。好きな食べ物屋のお店をいっぱい知ってる。あ、違うな。それはちょっとおかしいぞ、言葉が。どこに行っても、美味しいお店を知ってる。はい、どこに行ってもというのは全国ですか？例えば鎌倉に行ったら、あ、ここの三軒先のなんとかが美味しいのよね、とか。ってことはよくいろんな場所に行かれてるということですか？そうですかね。うん。なんか仕事以外でも。そうですね。プライベートとかでも。うん。割と一人でこう、遊びに行ったりとかするの好きなんですよ。そうですか。ええ。この間もなんかこう、尾道に一人で行ってきて、なんかほら、映画で
尾道三部作とかいろいろあるじゃないですか。ありますね。すごい憧れてて、うん、いつか行きたいなってずっと思ってたんですよ。したら、尾道って広島県だったんですよ。知ってました？私も知らなかったです。今の今まで。勉強になりました。で、なんかこう、はい、船とか乗らないといけなさそうな感じするじゃないですか。うん、そしたら、はい、新幹線のこだまが止まる駅だったんですよ。新尾道って言うんですけど、はい、ちゃんとした尾道っていうのは、そこからまあちょっと離れたとこ、うん、まあタクシーで15分ぐらいなんだけど、まあ、新幹線が止まるとか思って、これは、なんかすごい行きやすいんじゃないとか思って。うん、で、一人で行ってしまった。行きましたね。また、そして美味しいお店を見つけてしまったり。まあ、見つけてしまったり、なんか、尾道ラーメンとかいう独特のラーメンとかもあったりして。なんかそう、美味しいお店を見つける秘訣みたいなのってあるんですか？なんか匂いがするとか。あ、そういう感じ。あ、なんか店構えとか。ああ。ただの勘です。ただの勘。私、ただの勘で、この間、箱根に行った時に、うん、お昼ご飯を食べようって言って、うん、なんか民宿、うん、があったから、うん、民宿に行ったんですけど、うん、民宿のご飯、うん、ちょっと、そういうとこがいいかなって、うん、なんかこう、レストランより民宿の方が美味しいかなと思って行ったら、見事に外れて、ワカサギのフライが、すごい衣が硬くて厚くて、うわ、ん、なんか失敗みたいな見事に。いっぱい揚げて置いておいたってやつですね。なんか、なんか求めていたものじゃないと思って、なかなか一発でそういうお店を当てるのは難しいなと、思ったんですけど、白鳥さんについていけば美味しいお店が。ね、あ、かなりの確率で当たると思います。当たるぞ。なんてことだ。特技です。ということで、はい、お話も尽きないのですが、はい、この辺で時間が来てしまいましたので、またですね、引き続き、あ、といってももう CD の最後の方まで来ちゃってるんですね、このコーナーね。はい、ということで、まあ次回があれば、ということで、よろしくお願いします。はい、第2回目のゲストはお犬役の白鳥ゆりさんでした。どうもありがとうございました。次回もお楽しみに。